アナスタスミコヤン、アナスタスイバノビチミコヤン、ラテン、文字転写の例、アナスタスイバーナビチミカヤーン、1895年11月25日から1978年10月21日は、ソビエト連邦の政治家、革命家、アルメニア人、商工人民委員、貿易大臣、第一副首相、最高会議幹部会議長、 在任期間1964年から1965年、を歴任した。ヨシフ・スターリンからに聞いたフルシチョフの時代をしたたかに、生き延びた、ケウナ・オールドボリシェビキとして知られる。弟に、ミグ戦闘機の設計者、アーテムがいる。1895年11月25日、ロシア帝国統治下のアルメニアのサナイン村、現在のアラベルジ市の一部に生まれる。 トビリシの神学校で教育を受けた後、1915年、ロシア社会民主労働党、後のソビエト連邦共産党に入党し、カフカースにおける革命運動の指導者として次第に頭角を表す。1917年に、ロシア革命が勃発すると、アゼルバイジャンの首都バクーで革命運動を指揮した。1918年、 同地に介入してきたイギリス軍によって拘束された。しかし間もなく釈放され、1920年には幕府における労働者放棄に参加した。こうしてミコヤンは地方レベルの共産党組織、機関でスターリン派と完了、アパラチキとして活動した。1923年、党中央委員に選出される。1924年にウラジーミル・レーニンが死ぬと、 その後の権力闘争の中で一貫して、スターリンを支持した。クリゴリー・オルジョニキーゼと共に、その出身地から、コーカサストリオと呼ばれた。1926年、党の政治局員候補に選出されると共に、外国貿易、国内商業人民委員、大臣に就任した。同人民委員としては、貿易及び国内商業の組織化の実施。 欧米諸国から缶詰製造計画の導入などが挙げられる。1928年、第一次5カ年計画が開始され、企業の再国有化や農業集団化が実施される中で、穀物調達の責任者として、穀物の気が輸出を強行したほか、ロシアの所有する貴金属や絵画を外貨獲得のために、外国に売却したソ連政府のエルミタージュ美術品売却も参照。 1930年代には、ソ連における補給、食品工業、対外貿易を担当し、第二次世界大戦では、前線への物資補給システム構築の責任者として大きな役割を果たした。この間の1935年に政治局員となり、1937年には人民委員会副議長、副首相となる。大戦中の1942年、 スターリンを議長とする国家防衛委員会のメンバーとなり、戦後の1946年ソ連閣僚会議、副議長、副首相として首相であるスターリンを補佐した。その後も一貫して外国貿易と国内商業を担当し、戦後のソ連経済の復興にあたり、赤い商人の異名を取った。また、百四十九年からは中華人民共和国の毛沢東との間で、 中祖友好同盟条約に代わる中祖友好同盟相互援助条約締結に向けた秘密交渉にあたっており、1956年の8月18件では中国の法徳会と共に朝鮮民主主義人民共和国の金日政に内政干渉を行った。1953年にスターリンが死去し、ソ連共産党筆頭初期首相に就いたゲオルギー・マレンコフによって、 外国貿易大臣の地位を維持した。しかし、マレンコフは、東務から外れ首相に専任となり、新たに党第一初期となったに聞いたフルシチョフが、1956年、第20回ソ連共産党大会において、スターリン批判を開始するや、これを支持、スターリン批判の先頭に立つ。フルシチョフ新体制では、第一副首相に就任する。 1956年10月のハンガリー動乱では、ミコヤンは政治局会議でソ連軍の介入が国際社会におけ非難を浴びると主張して、フルシチョフの介入決定に対しては、自らの自殺すらほのめかして強く反対したとされるが、特派大使としてハンガリーに派遣され、事態の収拾に当たった。1957年に辞職をほのめかして、フルシチョフを牽制したと言われる。 その一方で同年マレンコフ、ビアチェスラフ・モロトフ、ラーザリ・カガノービチらを中心とするフルシチョフを用とし、いわゆる半島グループ事件では一貫してフルシチョフ用語に回り、逆にマレンコフ、モロトフ、カガノービチは失脚した。ニコヤンがフルシチョフ知り、ヒスターリン化に回った同期としては、旧スターリン派の勝利によって、再び大粛清への回帰を予想したと言われる。 以後、第一副首相として、対外経済関係、貿易を担当し、日本、アメリカ、メキシコなどを歴訪している。日本には1961年と1964年に、訪れ、1991年に、ゴルバチョフ大統領が来日するまで、訪日した最高レベルのソ連首脳であった。ラツワン・ナミコヤンは、赤いセールスマンと揶揄された。 フルシチョフ機のミコヤンは、デタンと緊張緩和を支持し、比較的穏健な外交政策の推進を堅持した。1961年フルシチョフがベルリンの壁を構築したことや、1960年にパリで行われた、米ソ AF24 加国首脳会談でアメリカの偵察機 U2 の撃墜を受けて、同会議から離脱したことには、冷戦の継続をもたらすと批判的であった。 しかしながら、ニコヤンは外交路線でフルシチョフを批判することはあったものの、フルシチョフ期全般を通じて、ソ連共産党首脳の中では、フルシチョフの熱心な支持者として振る舞いた。フルシチョフもニコヤンを徴用し、最高幹部として偶した。1964年には、ソ連の国家元首にあたる最高会議幹部会議長に就任した。また、 ミコヤンはソ連を代表して1963年のジョン・カイ・ケネディの葬儀に参列している。この時の弔問外交では大統領のリンドン・ジョンソンと会談し、ソ連と暗殺犯とされたリー・ハーベイ・オズワルドとソ連の関係、事件への関与を否定している。常実のようにミコヤンとフルシチョフとの関係は良好であったが、他方党内では、 フルシチョフ改革による党組織の絶え間ない再編や外交、フルシチョフの素やな原稿に対して次第に負が高まっていった。気を見るにビンナミコヤンはフルシチョフ追放の宮廷クーデターを察知する立場に立ちながら目殺に近い立場を貫いた。1964年10月、フルシチョフは党中央委員会第一書記と閣僚大会議議長を解任されて失脚する。 ミコヤンは、フルシチョフ解任の中央委員会総会では、幹部会員では唯一解任に反対し、接中案として、フルシチョフの第一初期からの解任と、閣僚会議議長への留任を提案した。この提案は直ちに否決された。フルシチョフ失脚後に二人は二度と会うことはなかったが、ミコヤンは失脚直後のフルシチョフに何度か励ましの電話をかけた。 電話は盗聴されており、その内容は直ちに、レオニード・ブレジネフに報告されたが、ブレジネフは、電話をかけたことをひどく不快に思っていることを、ミコヤンに伝えずにはいられなかった。ミコヤンはあまりにフルシチョフに近かったために、フルシチョフ失脚後は、党内で、その存在が疎まれた。フルシチョフ失脚の、翌1 9十五年、最高会議幹部会議長の職を辞任し、 事実上ミコヤン自身も失脚することになった。ブレジネフ指導部はミコヤンとフルシチョフの友情を非常に恐れていたと言われており、古典的な分割して支配せよという方法でにを引き裂いた。フルシチョフは徹底的に監視下に置かれる一方、妻に先立たれていたミコヤンは身の回りを世話する若い女性を当てがわれ、回想録を執筆する自由も許された。また、 デマ情報を流した。KGB は、ミコヤンの運転手に、フルシチョフは、ミコヤンの悪口ばかりを言っているとの根も葉もない、ゴシップを流し、これを聞いて怒ったミコヤンは、実際に、フルシチョフに電話をかけなくなった。1971年に、フルシチョフが死去した際に、ミコヤンは、新聞プラウダの小さな記事で初めてその死を知る。ミコヤンは葬儀には、死者と花輪を届けている。 1978年10月21日、死去。82歳没。遺体は、クレムリンの壁ではなく、フルシチョフと同じモスクワのノボデービッチ修道院墓地に、葬られた。オールドボールシェビキだが、柔軟な発想の持ち主でもあった。二度の訪日時には、以下のような逸話を残した。1961年の初訪日の際、ニコヤンは松下電気産業。 原パナソニックの工場を視察し、松下幸之助と会見した。この時、松下が自社の家庭電化製品によって女性が家事労働から解放されたと述べると、ニコヤンは松下を称賛したという。1964年に再び日本を訪れた。その際に朝日新聞社を訪問し、ここが各国の共産党の悪口を言うところか、とジョークを飛ばした。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。